はい、ゆうです。今日も Vlog を撮っていきたいなというふうに思います。今日はですね、 4K というですね、画像の、動画のサイズで撮ってみたいと思います。 4K っていうのは、単純に高画質っていうことでもあるんですけれども、いつもよりも鮮明に撮るというのをやってみたいなというふうに思います。 4K で撮ることのメリットは、もちろん画像が綺麗になるっていうのはあるんですけれども、デメリットとしてはデータがすごく重くなるので、編集するパソコンが大変だったり、データの管理が大変になるっていうことがあります。ただね、やっぱり 4K で撮るっていうのがスタンダードになりつつありますので、ちょっとその 4K にね、挑戦してみたいなというふうに思います。例によって、4K のテスト撮影という形になりますので、特に内容があるわけではないんですけれども、もしよかったら最後まで見てください。それでは、はい、ということで、4K の歩き撮りを今しています。カメラに三脚をつけて、三脚を持ちながら歩き撮りをしています。 4K は、フレームレートはですね、いつも1秒間に60個まで撮ってるところを30個まで撮ってますので、若干ね、カタカタするかもしれないです。で、 4K で撮影するとカメラがクロップって言いまして、 1.2倍、少し画面が狭くなってしまうので、三脚で今少し、歩いてる前方にカメラを持って伸ばして、距離を取って、撮影をしているという状況です。手ぶれがね、ちょっと心配ですけれども、どの程度撮れているでしょうか。それから今日はですね、色は、あまり後から編集するのではなくて、撮影時にカメラの設定である程度設定した色でをベースにして、やっていきたいなというふうに思います。梅雨の雨上がりなので、ものすごく蒸してます。森も少し鬱蒼としたような感じですね。雨が降って、雑草だとか芽が出て、ものすごく緑は濃いんですけれども、ちょっとね、鬱蒼としすぎてて不気味な感じがあります。今年の夏は猛暑になるということなので、強い雨が降って、去年みたいな災害がなければいいな、なんていうふうに、思います。暑いですね、蒸してて。